今日のゲーム、俺3年間やってきて、まあ、いっちゃん楽しかったなと思えたし、まあ、このメンバーで野球できてほんまに良かったし、今日までしっかりついてきてくれてほんまにありがとう。負けて素直に相手チームを称えることができるゲーム、そういうゲームができたというのは誇っていいと思います。そういうゲームをやらせてもらえたことをありがたく思います。自分らのやる野球を一生懸命やったら結果出てくるんや。我慢せえとかな、そういうのをちゃんと忠実にやってったら春日岡の野球ができるよ。それ実証できたのは後輩にとってすごく大きいと思うやな。お前ら一人で野球やったらちゃうからな。仲間とやれたし、後輩とやれたし、先輩とやれたしな、親御さんも含めて人に関わっていろんな人にバックアップしてもらってできた野球なんやから、それだけはしっかり頭の中入れとけ。一人で野球やったんちゃうねん。そこだけ勘違いしないように常に謙虚で前向きに下向きに頑張ってください。はい、内川さん、笑顔ね。はい、せーの。